日本格闘技界の侍と言われた男が最後に選んだのはここ後楽園ホール、そしてディープのリングとなりました。12年間に及ぶ格闘技人生、今日ピリオドが打たれます。こんばんは。ディープハレオインパクト三崎和夫引退セレモニー、実況を担当します清野茂樹です。そして私と一緒にこの大会の模様をお伝えしてくれます解説席ご紹介しましょう。まずはおなじみeファイトの熊久保秀樹さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや熊久保さん、はい、いよいよ三崎和夫最後になりましたね。そうですね、まあ、本当ねいろんな思いをね皆さん持ってると思うんですけどね、はい。今日はもう本当にその三崎を、まあ、見送るファンですで、はい、に会場前に列ができております。はい、そして、今回のゲスト解説をご紹介してまいりましょう。三崎和夫本人の希望でこのお二方がやってきてくれました。格闘家の大山俊吾選手、そして郷野明宏選手です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。郷野選手、本当にお久しぶりですね。久しぶりですね。はい。今日は本当に力のこもった解説をお願いしたいと思います。はい、お願いします。はい、ではですね、順番にお話を聞いていきたいと思うんですけども、熊久保さん、はい、三崎選手の思い出というとどういったものが挙げられますか。はい、いやそうですね、まあ、三崎選手というとですね、やっぱりその、まあ、本当に肉体とですね、まあ、精神を削るようなそういう激闘をですね、やっぱ数々繰り広げてきた選手っていうやっぱ印象がありますよね。で、まあ、そういう激闘の代償としてですね、やっぱりもう体が本当にもうボロボロになって、まあ、最終的にはまあその練習中ですね、そのまあ致命的な怪我を負ってしまったということで、まあ、今回引退ということになったんですけど、まあ、よく記憶に残る選手っていうじゃないですか。でも三崎選手の場合もう記憶にも残るし、プライドウェルター級グランプリを、ね、制覇したという記録にも残ると、もう記憶にも残るですね、まあ、素晴らしいファイターだったなという印象ですね。なるほど。はい、大山選手、いろいろプライベートでもお付き合いあるそうですけども、はい、いかがでしょうか。そうですね、もう彼と練習するようになったらフリーになってからなんで2年ぐらいなんですけども、彼の、まあ本当覚悟だったり生き様だったりものすごく影響を受けているので、今日はその最後の姿をしっかり見届けていきたいなと思っています。三崎選手自身がですね、はい、大山選手に解説をやってほしいという希望があったんですよね。はいはい、そうですね、電話がありまして、ぜひ思いをね、三崎選手のやっぱり思いを伝えてほしいということを言われて、僕もやっぱり彼のもがいている姿とかもいろいろそばで見てきたので、そういったものを、ね、届けていきたいなと今日は思います。はい、まあ、やはり三崎選手はこの思いという部分を非常に大切にする選手ということなんですかね。はいはい、それでは郷野選手、まあ、グラバカ時代から本当にお付き合いは長いんですけども、はい、今この引退セレモニーを前にしてどんなお気持ちですか。まあ、一つの時代が終わるなというか、うん、そういう感じですね。うん、三崎選手との思い出というのは、まあ、数えればキリがないとは思うんですけども、キリがないですね。今パッと浮かぶのはどういったシーンだったり光景なんでしょうか。よくこう怒られたなというかね、なんかよくこう物申されたんですよ。そうですか。よくでもないな、まあ、何回かだけど、そうで、そうやってやっぱりね、昔俺本当に先輩風で吹かしてたから、はい、そういう先輩になんか物言う、物申すっていうのは相当なエネルギーがいると思うんだけど、それでも本当にまっすぐに言ってきてくれて、それも本当にいちいち耳が痛くて、こうこっちがグーの音も出ないようなね、ことだったりもしたんで。正論で来るわけですか。そうですね、だからもうこっちも受け入れるしかなくて、で、まあそんな話が先月も一回呼び出されていろいろ話されて、はい、まあそうですね、そんな感じでやっぱり先輩後輩以上の、もう本当に自分も彼の言葉も後輩じゃなくて一人の仲間としてもう聞かなきゃなと思ってるし、それだけの男ですからね。うん、だからこの間言われたこともちょっと今いろいろと考えてるんですけどね。はい、やはりこの12年間の現役生活、この線の引き方というのも三崎和夫らしいという部分ありますか。そうですね、やっぱりこうなんだろうな、ごまかしながらやろうっていう道も多分あったと思うけど、やっぱりいろいろ自分の守るべきものだったりとか、この先のことを考えるともうスパッといったんじゃないですかね。うん、
それでは今日はですね、引退セレモニー以外にも試合が組まれておりますが、熊久保さん、はい、まあよく見ると本当に注目の試合がたくさんありますよね。そうですね、本当にあのね、あの第一試合からですね、本当に名のある選手ばっかりでですね、まあ、非常にやっぱこう三崎選手のね、まあ、最後のね、クサルにふさわしいですねラインナップになってますよね、はい、はい、これ来年以降のディープの流れを決める大会と言ってもいいですか。そうですよね、はい、まあ、やっぱり、ね、こんだけのね、やっぱ人が集まるとやっぱね、こう三崎選手のやっぱね、人柄というか人格というか、そうですね、そういうのを表しますよね。はい、三崎選手と縁の深い選手がたくさんエントリーされております。大山選手、はい、注目の試合を何か一つ挙げるとするとどの試合になりますか。そうですね、第二試合のやはり高瀬大樹選手と桜木選手の試合は関係者の中でもきっとすごく注目していると思うんですよね、はいはい、すごく評価が高い2人が、うん、戦うということで、はい、楽しみにしてます。2人とも、まあ、練習一緒にしたりとか、プライベートでも付き合いあるそうなんですけどね。そうですね、高瀬選手とよくもう10年以上前から知ってまして、もう彼の強さは本当肌で知ってるので、まあ、三崎選手も認めてる高瀬選手の実力、それと今レジェンド2人を倒して一番乗っている桜木選手の対決っていうのはすごく注目してますね。なるほど。ゴンの選手いかがでしょうか。注目の試合はどのあたりですか。自分はその金原の試合を楽しみにしてますね。今日金原2人いますけども。あ、そうなんですか。若い方の。あ、松原選手。はい。まあ、その自分も何回か練習に八王子まで行かせてもらったことがあるんですけど、やっぱりすごい上手で、本気でもう一回世界に、もう一回って彼は初めてか、世界に出ようとしている選手ですからね。で、そこの八王子の選手みんな強くて、その中でやっぱりキャプテンというか一番キャリアも実力もある選手なんで、やっぱり日本の最高峰の一人としてどういう試合を見せてくれるのかっていうのがすごい楽しみですね。外国人を相手に今日は戦います金原正則であります。ということで、まあ、最後には三崎和夫引退セレモニーを予定しておりますが、それ以外にも注目の試合がいっぱいであります。ディープハレオインパクト、今日はこの4人でお送りしてまいりますので、最後までじっくりとお楽しみください。本日リングアナをさせていただきます武志軍団お宮の松でございます。何卒よろしくお願いいたします。私も三崎和夫さんとはずっとプライドからですね、ずっとお付き合いさせていただいておりまして、本日の大役を仰せつかりました。三崎和夫、最後の勇姿でございます。皆様最終最後までよろしくお願いいたします。ただいまよりディープハレオインパクト三崎和夫引退セレモニーサポーテッドバイドン・キホーテを開催いたします。
ズモファイナル。第1試合キックルール、 70kg 以下契約戦、山内雄太郎 VS 松井優馬。ただいまより第1試合クラッシュ公認試合キック 70kg 以下3分3ラウンド延長1ラウンドを行います。青コーナーより松井優馬選手、赤コーナーより山内雄太郎選手の入場です。今入ってきました青コーナーから松井優馬。小学校3年生から日本拳法を始めまして、プロデビューからは6連勝を飾りました。昨年の10月クラッシュユースグランプリに出場するも1回戦で敗退。しかし22歳という若さはまだまだ大きな可能性を秘めています。トップロープを飛び越えましてリングインを果たしました松井優馬。そしてこちらは山内雄太郎、2002年にプロデビューを果たしまして、そこからは全日本キック、さらにはクラッシュで活躍をしてきました。過去に全日本キック、そして WBC ムエタイと3つのタイトルを手に入れてきました。今日のイベントの主役、三崎和夫とは練習仲間になります。今年の10月、クラッシュで復活を果たした山内雄太郎、第1試合キックルールに登場となります。両選手に激励賞が届いております。赤コーナー、K&K ボクシングクラブ、松井優馬。22歳の新鋭です、松井優馬。赤コーナー、ハレオトップチーム、第21代全日本キックウェルター級王者、初代全日本キックスーパーウェルター級王者、初代 WBC ムエタイ日本統一スーパーウェルター級王者、山内雄太郎。こちらはベテラン、そして三崎の盟友、山内雄太郎。しないですか。よし、よし。ラウンド1。
まずは第1試合キックルール70キログラム以下の契約で行われます。3分3ラウンド。ローキックを出しました青いグローブの松井優真、そして赤いグローブの山内優太郎です。熊久保さん、はい、まあ、ベテランと新鋭という対決になりましたね。はい、そうですね。バックスピン出しました、はい。まあ、あの山内選手はですね、はい、本当にこのコラケンホールでですね、もうキックボクシングでも数々のですね、もう激闘名勝負を繰り広げた選手ですね、はいはい。過去に3つのタイトルを手に入れたことがあります、まあ、キックファンならば当然ながらおなじみかと思われます山内優太郎、まあ、そして大山さん、はい、この美咲とはですね、はい、盟友といいますか練習仲間になるんですよね、はい、そうですね。今回は本当に美咲選手のゆかりのある選手たちが集まっているので、もうみんなその花を添えるべく熱い試合をしたいと思っていると思うんですね、はい、楽しみですね。果たしてどんな結末が待ち受けているんでしょうか。ローキックを出してきます松井です。サウスポに構えています。あと膝蹴り、さあ郷野さん、序盤の両者の動きを比較してみてどんな印象を受けられました。松井選手がスイッチしたり回転系の技を出したり結構トリッキーな攻め方をしてきているので、はい、山内君が今それを測っている段階だと思うんですよね、はい。まあ、ある程度様子を見てという部分ありますかね。右ミドル出しました。そうですね、ちょっと慣れるまで時間がかかりそうな相手ですよね、はい。またサウスポに構えています松井、距離が詰まります。ブレイクがかかりました。小学校3年生から日本拳法をやっていたという松井です。東郷さん、はい、ですからこのパンチやや変則的な動きあるかもしれませんね。そうですね、日本拳法ですとやっぱりストレート系のパンチですよね。それはすごい強力なんで、はい、それはいいですね。残り1分を切ります。おっと右、山内右入った、綺麗に入りましたね。はい、そしてミドルです。あ、右、ボーノさん、かなり山内いいパンチ入ってますね、はい、そうですね。右が2発綺麗に入りました。コーナーに詰めていきます。右をつけますね、はい、右、そして右ショート熊久保さん、はい、かなり右がいいんじゃないですか。そうですね、山内選手やっぱ上手いのはやっぱこうパンチまとめて必ずやっぱ最後のローを飛ばせるんですよね、はい。あっと前蹴り、バランスを崩しました。残り時間が少なくなっています。第1ラウンド残り30秒、残り30秒、ほとんど時間がありません。ミドルを出しました。前へ出ていきます山内、深いですね。鼻から出血があります松井、はい、回路を切ります、ね、ここでゴング。第1ラウンドが終了です。さあ第1ラウンドが終了しました。では、放送席の皆さんに印象を伺いたいと思います。大山さん、どんな印象を受けました、はい、そうですね、松井選手最初やっぱり勢いがすごかったんですけども、さすが山内選手キャリアで徐々にペースを持ってきたのでさすがだなと思いましたね、はい。郷野さんはどんな印象でしょうか。そう、途中松井選手が飛び膝やろうとした時にその着地したところにパンチ入れて、でその次が飛ぼうとする前にパンチ入れたんですよね、はい。だからだいぶ動き掴んできて、で最後こう連打で追い込むような場面も見えたんで、次のラウンドもっともっとこう山内くんが優勢に進めるんじゃないかなという1ラウンドでしたね。大野さんご指摘のように序盤は様子を見ていました山内優太郎、しかしラウンドの中盤からはエンジンをかけてきました。さあ試合はこの後第2ラウンドへと向かいます。さあ第2ラウンドスタートです。ラウンド終盤では右のパンチ、あれをとバックブロー、かなり変則的な動きをする選手ですね、はい。この蹴り方も熊高さんちょっと独特ですね。多分空手をやってたんじゃないですかね。前蹴りも三日月系ですからね、はいはい。一瞬組みに行きました。さあ距離が詰まって山内のキック、後ろに下がります松井です。先ほどはいい形で右のパンチストレートが入りました山内です。キックファンにはもちろんおなじみの選手、まあ、大山さん
はい、やはりこの山内が今回参戦してきたのは美咲との関係というのが非常に大きいと思うんですけども、はい、美咲和夫というのはこれ練習仲間としてはどういったこの選手になるわけですか。そうですね、もう、まあ、彼の言葉もすごく深くて重いんですけども、体でね、実戦で戦いということを教えてくれる選手なので、はい、やっぱその背中を見てみんな後輩たちもついてきてくれてるので、はいはい、今回はなんかみんなのかける思いがすごく、ね、伝わってきて素晴らしいですね。はは、練習の仕方というのは何かこう美咲独特のものっていうのはあるんですか。やっぱ妥協しないですよね、最後の最後まで。もうそれは試合だけじゃなくもう練習の時から変わらずですね。徹底的に追い込むわけですね。そうですね。現在はハレオトップチーム、その美咲と一緒に練習を行っています山内。右のローを出しました、そしてミドル、深いですね。ゴーノさん、このあたりはまた冷静に山内が対処してますか。そうですね、やっぱりこのラウンドの序盤も少し体力回復して松井選手が結構いいアタックをしてたんですけど、はい、また時間が経つにつれて流れが山内君の方に傾いてきてますよね。その変則的な松井の動きを見切った後に山内がいい形で攻撃を当てます。このローキック、熊光さん、はい、目立つのがやはりミドルとそれからローキックですかね。あの松井選手の方ですか。そうですね、はい、まあ、三日月系のまずあの投げですね、はい、とあとローキックでも、あの蹴りがやっぱ多彩ですよね、非常にね。そうですね、ハイキック、ちょっと相手の、ね、あのサイドに入ってハイキックですよね。追っ払いされると怖い感じしますけど、山内選手もそれ以上にやっぱりパンチからそのあの顔面ボディに振ってやっぱローキックってこう攻撃やっぱ振り分けが上手いですよね、はいはい。まあ、この辺りは経験の差もありますか。ちょっと今膝を入る、膝から、そしてハイキックを出しました。残り時間が10秒を切ります。第2ラウンド結構膝が上に上がってくるんで、あれは危ないかもしれないですね。近い距離で打ち合い、ここでゴング、第2ラウンドが終了です。さあ、第2ラウンドが終了しました、熊久保さん、はい、終わっての印象をお願いします。そうですね、あのペースとしては山内選手が試合を支配しているんですけども、あの松井選手やっぱり一発のね、あの膝切りですとかハイキックとかがあるので、まあ、あれさえ気をつければ山内選手ペースでいくかなって思いますけどね、はいはい。大山さん、いかがでしょうか。そうですね、松井選手本当に勢いがね素晴らしいですね。若さあふれるファイトでそれをうまくしのいでる山内さんの選手の、まあ、クレバーな戦い方も本当すごいなと思います。さあ、あと3分になりました。セコンドにはリーフの普段級チャンピオン横田和則の姿も見られます。ゴーノさん、はい、これ横田もやはり練習仲間ということでよろしいんでしょうかね。そうですね、でも山内君が思ったより失速してきましたよね。ははで、相手の松井選手が今度山内君のその廊下の返しにも慣れてきて結構勢いが戻ってきてるんですよね、はい。だからちょっと3ラウンド分からないと思うんですよね。山内も前に出てきました。おっと、パンチと連打、アウト、右入りました。山内左で返しました、左ミドル。松井に対してまた圧力をかけます。距離を潰していきます。山内ローキック、かなり熊久保さん、はい、山内も圧力強めてきましたね。そうですね、このラウンド勝負かけてますね。ただこれ松井選手がね結構息を吹き返しているというか、とりあえず手元が離れているので、はい、怖いですね。右下がりながら手を出していきます松井です。コーナーに進めました。ロープ際追い込んでいきます山内。僕は思わぬところから膝が上がってくるんで松井選手の、うん、あの膝は要注意ですか。注意ですね。前蹴りです、連打できます。さあ、しかし郷野さん、はい、このラウンドかなり松井の手数多いですか。そうですね、前蹴りの連打も結構勢いが上がっている時にもらうと、はい、よりあのスタミナを奪われちゃうんですけどね、あれも有効だと思いますよ。はい、入りましたね、ハイキック、入りましたね、右入った山内の右のハイが入った。しかし手が止まりません。松井鼻からはかなり出血、左ハイ打ち合いになります。左ハイ、これはブロックしました。しかし大山さん、はい、松井も下がりませんね。いや素晴らしいですね、結構効いてる打撃もらってるんですけど、はい、アッパー、はい、素晴らしいです。ナイスボディーがいい。
かなりぐらつきましたがボディー、右ボディーです。ゴノさん、こういう時にボディー打てるのはやはり強いですかね。いや本当にそうですね。もうベテランのベテランらしいところですよね。残り1分を切ります。松井選手のこれやっぱ若さですよね。アッパー、右アッパー、はい、ふらつきながらも手を出します。いやしかし熊久保さん、はい、一瞬ぐらついても手が止まりませんね。そうですね、さっきフラッシュとダウンに近いからだったんですけど、そこからまたもう押せてきましたよね。ボディー打たれて相当苦しいとは思うんですけど、バックスピン、はい、はい、前に出ますからね、ロープ際追い込んでいきます。あとこれはダウンではありません。残り30秒、残り時間30秒を切ります。打ち合いになります。試合終盤、左松井が前に出る、青を赤く染めながら前に出ていきます。膝、うん、惜しい、惜しかったですね。ハイキック、左ハイ、残り10秒、残り時間10秒を切ります。わー、手が止まりません。松井膝を出します。左引く、ここでゴング、試合終了。勝負は判定決着となります。いい試合でしたね。すごい試合でした。大山さん、はい、2人のこう持ち味が存分に出たと言ってもいいですか。出ましたね。松井選手の圧力に山本選手も真っ向勝負したので、はい、いやー素晴らしいですね。熱かったですね。いやしかし郷野さん、若さとそれから経験と何かこう正面からぶつかり合った、はい、そんな印象がありますね。そうですね。で最後はもうお互い気持ちでしたよね。はい、さあ勝負は判定決着となります。かなり顔を晴らしています松井優真。失礼しました。判定の結果をお伝えします。ジャッジ千葉、赤山内。まずは山内に1本、ジャッジ庄司ドロー、2本目はドローです。ジャッジ芹沢、赤山内、山内の勝利。2対0を通して視聴者山内、判定は2対0、山内雄太郎、三崎和夫、最後の舞台に白星をプレゼントしたことになります。山内の戦い競り勝ちました。最後は熊久保さん、勝負を分けたのは経験という部分でしたかね。はい、そうですね、まあ、山内選手の方がその相手にこうダメージを与える技っていうのは多かったですよね。ペットで見ても、とても桜井選手素晴らしかったですね。はい、はい、さあ戦い終わって三崎和夫と抱き合います。練習仲間の三崎和夫と抱き合います山内雄太郎。第1試合白星で飾りましたキックルールの一戦、山内雄太郎が松井優真を下しております。雄太の勝利を受けました。山内選手に盛大な拍手を。
第2試合ライトヘビー級戦、桜木雄二 VS 高瀬大樹。ただいまより第2試合ライトヘビー級5分2ラウンドを行います。青コーナーより高瀬大樹選手、赤コーナーより桜木雄二選手の入場です。寝技の強さには定評ある男がジークのリングにやってきます。プロデビューは1998年、2年前から三崎和夫と一緒に練習を積んできました。プライベートでも親交のある桜木雄二と今夜リング上で相まみえることになりました。頭からすっぽりと白いガウンをかぶっています。高瀬大樹、今ゆっくりとリングに足を踏み入れました。花道に姿を見せました桜木雄二。リーフではおなじみのファイターですが、リーフの試合に登場するのは1年10ヶ月ぶりとなります。今年の10月にはグラバカライブで菊田早苗と素手で殴り合って、わずか35秒でノックアウト勝利を飾りました。いつものようにこの日本刀を手に入ってまいりました桜木。気持ちで戦う男の代表として知られております。鋭い眼光が光っている桜木雄二、2012年最後の試合に臨みます。全員空気して、感が来たぞ、もう大丈夫。
3高瀬大樹。寝技にはめっぽう強い高瀬大樹。赤コーナー聖剣タイトル桜木今日も打ち合う気満々桜木雄二。総司赤子第2試合ライトヘビー級の一戦を迎えました。試合は5分2ラウンドで行われます。向かって左が高瀬、そして右が桜木。両者ともに普段は交流があるそうです。今日は敵同士となってリング上命をかけて戦います。さあ試合がスタートしました。さあいきなりまずはローキックを出してきました高瀬。高瀬選手ローキック強いんですよね。はい、はい、立ち技の試合も経験しています。いや大山さん、はい、楽しみにしていた試合が始まりましたね。そうですね、2人ともすごいオーラが出てますね。この試合のどういった部分を一番期待されてますか。そうですね、高瀬選手はもうやはり日本トップクラスの寝技の技術を持ってまして、で桜木選手はもうトップクラスの打撃の破壊力を持っているので、どちらが自分の土壌に引き込むことができるかというところですね。はい、すごく楽しみな戦いですね。なるほど。さあ河野さん、まあ、ディープの試合をこの放送席からご覧になるのは久々になるわけですけども、はい、ベテランのこの桜木とそして高瀬2人がこの戦っている様子ご覧になっていかがですか。確かに重量級ということもあってもうやっぱりその圧迫感がすごいですよね。あはで高瀬と練習して高瀬の寝技の強さ知ってるし、桜木と試合して自分倒されてますからね、はい、一発の強さ知ってるし、でこれだけ分かりやすい両極端な試合っていうのも最近なかなかないですよね。そうですね、まあ、その高瀬と練習したものはですね誰もが口を揃えてとにかく強いということを言うわけですけども、五野さん具体的にどういうところが強いわけですか。うん、あでも自分よりやっぱりその練習重ねてきた量でいうと大山君の方が絶対多いから、はい、それは大山君に聞いた方がいいと思いますね。そうですか、じゃあ大山さんに伺いましょう。はい、やっぱセンスですよね。もうすごいものがありますね。あの彼と出会ったのはプロになる前なので、はい、13年以上前で、僕当時、まあ、柔道の実業団のチャンピオンだったんですけど、はい、彼と練習してもどぎもを抜かれた思い出がありますね。こんな強いやつが、まだ世の中にいるんだっていう、はい、衝撃でしたね彼と練習した時。まあ、その格闘技やってない人間からするとこの強いというのがどういうこの強さなのかっていうのがね、ちょっと想像つかないところありますが、右フック振ってきました。また最近、まあ、加藤清隆さんの元で練習を始めて、はい、もう打撃の技術もどんどん上がっているので、はい、それをどれだけこの戦いの場で出せるか、はい、なるほど。加藤清隆さん今日もセコンドについております。高瀬目がいいんですよね、本当に打撃を見切る目が素晴らしいですね。ははまあ、そういった部分がセンスという言葉に表れるわけですね。スタンド状態の勝負になっています。しかし熊久保さん、はい、桜木もさっき右フックを振ってきましたけども、はい、これ当たると怖いですよね。もちろんそうですね、まあ、ここのとこね本当に豪快な KO、TKO が多いんですね、はいはい、バックスピン、まあ、レジェンドを2人倒していますから。そうですね、高橋良樹選手と菊田早苗選手ですね、はい、まあ、なんといっても驚きなのがあのケージの中で素手で戦ったというね。そうですね、あの試合は本当に衝撃でしたね。残り2分を切ります。まあ、これお互い、ね、そのやりたいこともはっきりしてるんで、どっちがそのフィールドにあの持ち込むかっていう試合なんですけども、あと右、はい、桜木選手は桜木選手でもちろんグラウンドを行かれたくないですからね、はい、ちょっと前を取ってあの蹴りからパンチっていう感じでしょうね、はい、川選手はもういつ組みつくかと。これは高瀬は組を狙ってるんでしょうか。まあ、なんといってもプロのデビューが98年ですからかなりのキャリアを誇ります。高瀬大臣、ね、結構強いんですよ高瀬選手、まあ、ローであのほぼ KO したところありますからね、はいはい、さあ前を測っています。一瞬状態を低くしました。これ大山さん、はい、高瀬がテイクダウンを取るとしたらどういった動きになるわけですか。そうですね、まあ、カウンターのタックルを持っているのでそれも狙っていると思うんですけどね。桜木のパンチかわしたところに合わせるわけですか、はい、
残り1分を切ります第1ラウンド。高橋選手落ち着いてますね。ここからキックも出します。残り1分を切っています第1ラウンド。ハイキック桜木です。残り30秒を切ります。かなり慎重になってますね両者。はい、距離が一瞬詰まりそうになります。あ、またインロー。かなりどうですか大山さん、はい、高瀬のローは効いてますかね。かなり入ってますよね、はい、桜木選手も思った以上に高瀬選手の立ち技がいいのでもしかしたらびっくりしてるのかもしれないですね、はい、ここで第1ラウンドが終了です。さあ第1ラウンドが終了して、お二方に印象を伺いましょう。まずは大山さんお願いします。そうですね、まだ2人とも様子を伺っているところだと思うんですけども、高瀬選手が本当に冷静に戦っているので、はい、これからどう試合を作っていくのか楽しみですね。そうですね、はい、先ほど話に出ました加藤清隆の姿、何やらアドバイス、声をかけております。さらには UFC ファイターの福田力の姿もあります。では郷野さん、第1ラウンドの印象いかがでしょうか。まあ、桜木のパンチ強いですから、高瀬やっぱりそのパンチの距離に入るのをやっぱり警戒していると思うんですよ、はい、だから蹴り対応してますよね、桜木もパンチ打ちたいんだけど、あの遠い前から打つとやっぱりタックル取られる怖さがあって、はい、なかなか打てないっていう、そういう感じでなんか到着してますよね。なるほど。さあ第2ラウンドが始まりました。やはり桜木の一発は非常に高瀬も警戒している。前に出ました。だから本当手数は少ないんだけど、お互い神経は相当すり減らしていると思いますね。そうでしょうね。まあいろんなところに神経を集中させています。こういう時は郷野さん、お互いもう戦っている選手としてはもう目の動き一つとってもですね、かなり神経使っているわけですか。左から入ってきました。そうですね、もう1ラウンドしかないですから、残り5分だけですから、はい、どっちか仕掛けないと試合が動かないん で今高瀬が仕掛けましたね、もうある程度5分間最初の1ラウンドで様子は見たといったところでしょうか。できることならもっと見たいと思うんですよ、お互いに、はい、でもやっぱり時間を考えると行かなきゃいけないっていう焦燥感もあると思うんですよね、はい、それが試合でどうなるかっていう、なんかポイントですよね、この辺りが2ラウンドルールの難しいところです。一旦タイムストップ。これは両者にアグレッシブという指導でしょうか。あ、やはりそうですね、熊本さん。あと残り時間ないですからね。ただね、仕掛ければね、仕掛けるほどやっぱり隙が生まれやすいですからね、はい、おっとフロントショックか、ギロチンに行きました。高瀬がここでギロチン。さあ大山さん、これどうですか、はい、入ってますか。そうですね、いいですね。あ、また来ました、ね、一発で決めたフロントショック、ギロチンを取りました。勝負をかけた高瀬、一本勝ちを決めました。まさにワンチャンスを逃さなかったですね、はい、いや郷野さん、難しいところではありましたけども、高瀬が勝負かけましたね、はい、そうですね。勝ちました高瀬大樹選手が。試合タイムは2ラウンド1分33秒、フロントチョークによりまして高瀬大樹、桜木雄二から1本を取りました。しかも今高瀬選手の方から攻めていって取りましたからね、はい、それが立派ですよね、まあ、勝負と見て自分から仕掛けていった、それで1本を取りました。尊敬する美咲の最後の大会で勝つことができて本当感無量だと思いますね、はい、先ほどの山内に続いてこの高瀬大樹、美咲の練習仲間でもあります。この試合に臨む思いというのは非常に強いものがあったと思います、まあ、そして美咲と一緒にこの調整をしてきた、
そこで結果が残せたわけですから、大山さん、はい、気持ちとしてはもう最高でしょうね。そうでしょうね。あなたで見事勝利を収めました。高瀬大輝選手に盛大な拍手を。試合が終わって抱き合います、桜木と高瀬。ご覧のように高瀬大樹、桜木雄二を一本で下しております。ありがとうございます。両選手に盛大な拍手を。今日はどうもありがとうございました。すみません、僕のこと嫌いな人も、たくさんこの会場に来てると思うんですけども、勝ってしまってすみません、ありがとうございます。最高の、スパーリングパートナー仲間、いろんな人に支えられて今日の勝利を手に入れることができました。ありがとうございます。そして桜木雄二選手は日本でも最高の最強の選手です。今日僕が勝てたのは、本当に運が良かったと思ってます。そして、今日引退される、三崎和夫さん、和夫さんの、にセコンドついていただいたり、セコンドつかせていただいたり最近までしてましたけども、本当に、結局最後まで、超えられないまま、でかい背中を見せ続けて、このリングから去ってしまうというのはすごく残念です。和夫さん、俺は日本のリングが大嫌いだけど、三崎和夫は大好きです。愛してます。ありがとうございました。安定高瀬大樹選手に盛大な拍手を。今日、リングを去る三崎和夫に対して、高瀬大樹からの贈る言葉でありました。試合ミドル級5分3ラウンドを行います。青コーナーより金原博光選手、赤コーナーより桜井龍太選手の入場です。UWF インター、そしてリングス、ファンクラスと渡り歩いてきましたベテラン金原博光。ディープのリングでももう一度頂点を目指します。
今年10月のグラバカライブでは佐々木勇気と引き分け、コンディションの良さを見せました。現在42歳。戦いというものはよく分かっています。金原博光リングインです。元チャンピオンです。10月のここ後楽園大会では中村和弘を迎え撃つも判定負け、ミドル級王座から遠ざかってしまいました。もう一度チャンスをつかむためには今日は負けられません。41歳になりました櫻井龍太、トップロープを飛び越えてリングインです。チャンピオンを目指します。金原博光、赤コーナーアールブラッド第2代ディープミドル級王者櫻井龍太。そしてこちらも元チャンピオン41歳、櫻井龍太。ミドル級5分3ラウンドの試合を迎えました。顔切りやはり、あとグランドでも向かって左側、金原博光、そして右が櫻井龍太。ディープで戦い続けてきた櫻井、そして戦いの場を求めてディープにやってきた金原。今試合がスタートです。いきなり櫻井前に出ました。さあ、熊久保さん、はい、ミドル級で注目のこれベテラン対決ですね。そうですね、2人は2009年6月30日にディープ42ですねで戦ってるんですが、ドローなんですよね、はい、今回決着戦ということになりますね。そうですね、左入った。さあ、そして得意のクリンチアッパー、タックルから倒します。櫻井が上になります。郷野さん、やはり櫻井はこの序盤のラッシュというのが一つ大きな武器ですよね。すごいですね。でも40メートルとは思えないですよね、はい。まあ、今日はどうしても年齢の話が多くなるんですけども、ゴノさんもやはりこの辺りは意識される部分というのはありますか。まあそうですね、自分の年くなっていうのは思いますよね。さあ、大山さん、はい、2人のこの対決ご覧になってどうですか。40超えてこうトップクラスのコンディションを維持できるというのは本当すごいことなんですね、はい、いやちょっと勉強したいです、いろいろ、はい、この戦いから。つまりその年齢を重ねると試合を迎えるまでの調整というのもこれ変わってくるといいますか、はい、随分難しい部分も出てくるわけですか。そうですね、どんどんやっぱりコンディションというのは年齢重ねるごとに変わっていくので、はい、もうそう自分自身との戦いになってくるんですよね、それに打ち勝たないと、いやこのリングに立てないので、はい、40超えてこの2人のコンディションは本当に素晴らしいですね。なるほど、まあ、そして熊高さん、はい、2人ともこのベルトに対しての執念というのを持ってますよね。そうですね、福田選手も、ね、ベルト奪還ですし、金川選手も総合で、ね、ベルトを巻きたいという思いが強いでしょうからね、はい。金川選手も、ね、この前のグラバガの大会で佐々木選手の試合とかすごくいいテクニック見せましたからね。そうですね、じっくりじっくり、まだハーフですね、はい、足が絡んでいます、まあ、でもこの櫻井選手を相手にやっぱ上をキープさせたくないですよね、あまり、はい、あ、ちょっと切れましたね、金谷選手。あ、そうですね、どこですかね、ちょっと 目尻じゃないですかね、があるようです。さあ、マウントを取ります。櫻井がマウントを取った。ここでマウント密着しています。足入れてくるからね、足絶対入れてくるからね。ここからですかね、金谷選手マウント返す前と思うんですけど、はい、ブリッジ、あとブリッジ、ブリッジ、あと1回ガードに戻しました。そうそうそう
ハーフガードになります。じっくり立ち上がります。大山さん今のうまかったですね。うまいですね。ただ桜井ももう一回両足タックルに行きますが、すごい金原起き上がります。首を取っている大山さん、これは首はどうですか。そう、ちょっと浅いと思うんですけどね。肩の外側に手が入っています、はい。金原選手としてはやっぱじわりじわりとですね、こうやって攻めていって、はい、まあ、徳田選手のスタミナを奪ってきたところですね、反対に河野さん、これは桜井としてはしっかりと金原を寝かしたいところでしょうかね。そうですね。まだ背中がついていません。さあ金原、右の目尻が切れています。桜井の手を抱え込んだ状態、体重をかけます。桜井もう一回押さっていきます。これは河野さん、上になっている桜井としてはどうですか。パウンド行きたいんですか、どうなんでしょうかね。あっと首を取っていった、長いな。今度は金原上になります。多分ハーフのまま感じで削ってきたかったんじゃないですかね。あ、そうですか。残り時間1分を切ります。足が絡んでいます。今度は金原が上になります。ボディ顔面で打ち上げてますね、はい、ハーフの状態。さあ大山さん、今度は上になっている金原ですけども、金原はどうしたいですか。そうですね、やっぱりこの体勢をキープして削っていきたいと思うんですよね。残り30秒を切ります。さあ印象付けたい、大きなパンチを打ちたいところでしょうかね。さあパンチの連打、金原がパンチを見舞っていきますが、立ち上がろうとする桜井、左フック。桜井も立ち上がります。金原さん、あ、失礼、おっと首を取っていった。金原がフロントショーク、金原がフロントショークいきますが、もう時間がありません。第1ラウンド、ここでゴングです。第1ラウンドが終了。あ、第1ラウンドが終了しました。大山さん、はい、どんな印象でしょうか。そうですね、最初の、まあ、桜井選手の圧力をしっかり、ね、切り返せる金原さんのやっぱりキャリアの凄さを感じましたね、はい。まあ、倒されてもこの一筋縄ではいかないというベテランのやはりこの強さといいますかね。そうですね、もう技術も素晴らしいけど、やっぱメンタル面ですよね、はい、そこから返せる精神力の強さ、はい、すごいです。そうですね。さあこちらは金原博光、五野さん、第1ラウンド5分間どうご覧になりました。まあ、途中攻守上下入れ替わって攻守入れ替わりましたけど、まあ、支配していた時間の差でやっぱり桜井選手が有利だったと思うんですけど、はい、金原さんが今の形で座らなかったですね。さあ第2ラウンドスタートです。椅子には腰掛けませんでした金原、パンチで出ます。お互いに打ち合いでしょうか。前後とパンチと連打、桜井、桜井のパンチ当たっている。ハイキック金原、お左から入っていく、右、そしてクリンチアッパー。これは熊久保さん、はい、桜井得意の動きですね。そうですね、相手はね、クリンチして首を止めたのパンチですね、はい、ボディも相当入ってますからね。そうですね。ただ大山さん、はい、この前へ出てクリンチアッパー行ったところすぐ首を取りますよね金原ね。そうですね、切り返せるのがさすがですね、はい。さあアッパーから打ち合いだ、すごい、またクリンチアッパー、はい、アッパー、打たれ強さすごいですからね、はい、はい。まあ、熊久保さん、これまでもういったの戦い、そして、まあ、大きい外国人相手に戦ってきましたからね。そうですね、無差別級になってましたからね、下からのアームロックを狙いに行きます。このアームロックもあれですね、有形の真骨頂ですよね。これも得意の動きです金原。ただ郷野さん、これあんまりアームロックこだわらない方がいいですかね。うん、そうですね、この展開からしても考えてもやっぱ一発逆転狙いたいと思いますから、はい、そうなるとちょっとこれこだわると思うんですよね、バックを取ります桜井、元ミドル級のチャンピオンです。
前回3年前の対戦ではドローでありました。今日は決着戦となるんでしょうか。バックを取っている桜井。あ、上になります。金原が上になる。金原が上になっていきます。しかし桜井も次に立ち上がろうとするところ、差し合い。やっぱりあのこう桜井選手の方がこうより新しいものを取り入れようとしているというか、立つ動きは早いですよね。桜井選手とやっぱ金谷選手どうしても、ね、あのガードが先になりますね、はい。さあそして回転して得意のアームロック。そして腕式か、腕式か、アームロックから回転して腕式狙いに行く。さあどうだ、桜井も立ち上がります。あ、上になりました。桜井上になります。見せますね金原選手。はい、得意の動き、やはり熊久保さん、はい、もうこの体に染み付いた動きがあるんでしょうね。仕掛けていきましたが、ただ金原が下になりました。本当あのすぐ立つ動きに行きたいところですね。やっぱりどうしてもガードが先に出ますよね、はい、クロスガードの状態です。ここは大山さん、はい、もう早めに立った方が良さそうですか、金原は。そうですね、立ちたいでしょうね。桜井選手も攻めてるようで切り返されてくるので、ちょっと嫌でしょうね、戦っていて、ある程度これは上からしっかり削っておきたいところでしょうかね。そうですね、下手に動くとまた返してくるでしょうね、はい、足を使ってガードしていきます。金原のガードをさらに体重をかけて潰していきます桜井。残り時間が少なくなってきます。ゴーノさん、これ上になっている桜井としても何か効果的なダメージを与えたいですよね。そうですね、でもこれで固めて、そこからこう少しずつより優勢な体勢に持っていって、でドカンっていうのを狙ってるんじゃないですか。ははハーフの状態です。残り1分を切ります。コツコツとパンチを当てていきます。上になっている桜井龍太。熊川さん、はい、10月の大会ではあの初参戦の中村和弘に敗れた、はい、一方これタイトル戦線からは交代ですからね。そうですね、ここはやっぱ踏み止めたいってことですね。次のミドル級の王座決定戦、亮、はい、とそして中村和弘の間で決定しております。そうですね、まあ、第一コンテンツ、ね、その後の挑戦者が第一コンテンツが止めますので、やっぱ踏みとどめたいですよね、これでね、まあ、しかしやっぱ金原選手はしぶといですね、はい、もうなかなかやっぱ攻めさせないですもんね。おっと、ね、あとフロントショック、桜井が取りに行きますが、入ってますね、これ入ってますか、はい、さあどうだ、残り時間がもうない、あ、抜けた抜けた、抜けました、桜井上になる、桜井がマウント、桜井マウントポジション、もう時間がありません。あっと、ここでゴング、試合終了です、足で第2ラウンド終了です。失礼いたしました、第2ラウンドが終了であります。さあ第2ラウンドが終了しました、ではこのラウンド、ゴーノさんから伺いましょう。ゴーノさん、どんな印象ですか。やっぱり全体的に桜井選手がシャイをしていたラウンドだと思うんですけど、途中で見せた金原さん の, あのアームロックからの腕十字、はい、あれ流れるような本当に一連の動きで本当に見事でしたね、惜しかったですけど、だからあれで関節が一歩に近いところまで行ったって判断すると、これこのラウンドどうつけるのかなっていうのは、うん、ちょっとポイントじゃないですかね。そうですね、うん、セコンドには石田光弘の姿、茨城チームです。大山さん、どうですか、はい、やはりそうですね、桜井選手全体的に支配してたと思うんですけど、まあ、手が合いますよね、本当素晴らしい試合ですね、はいはい、さあファイナルラウンドです。この試合は3ラウンドルールで行われます。ミドルキックを出しました金原。あっと、パンチ入った、パンチ入った、さあラウンか、しかし金原動きます、動きます、動きます。さあここからマットヒューズポジションでしょうか。パンチの連打、パンチの連打、桜井がチャンス、桜井チャンス、金原も動きを止めません。
さあどうか。いやしかし熊高さん、はい、金原動きますね。そうですね、やっぱダメージの回復がすごく早いんですよね、金原選手は。はい、そして肩固め狙いに行きます。桜井が肩固めを狙いに行く。さあどうだ、肩固めの体勢、これは大山さんどうですか。あー、タップした。1本取りました桜井。3ラウンド1本勝ち。いやー、あのタフな金原選手1本で仕留めるのはすごいですね。これはしかし桜井としてもまあなんとも苦しんで掴んだ勝利でしたね、はい、そうですね、まあ、でもいつものみたいにね、本当に1打目でガーッといくんじゃなくてですね、やっぱこう緻密にあの相手を削っていって、で最後仕留めるっていうですね、なんかちょっと桜井選手新境地を見せたんじゃないですかね。はい、試合タイムは3ラウンド46秒でありました。肩固めによりまして1本を取りました桜井龍太。さあ熊久保さん、はい、これでまあ先ほど話に出ましたけども、来年の2月にはミドル級の王座決定戦が行われますが、そうですね、まあ、その後の戦いを当然これ見据えてということになりますよね、はい、そうなりますよね。やっぱこういう、ね、あの試合を勝っていくことがやっぱりその再チャレンジの、ね、道になると思いますので、あれはやっぱ金原選手からね、やっぱ1本を取るっていうのはこれはねすごい勲章だと思いますよね。はい、はい、大きな価値のある1勝と言ってもよろしいでしょうか、はい、そうですね。42歳とそして41歳の対戦となりました。ミドル級の生き残りをかけた試合、2人が今笑顔で分かれます。桜井優太が3ラウンド46秒、肩固めによりまして金原博光から1本を取っています。見事勝利を抑えました桜井優太選手に盛大な拍手。ディープからのお知らせです。毎年恒例のフューチャーキングトーナメントが1月26日土曜日、新木場ファーストリングで開催決定。青木真也、菊野克則、中村大輔、大塚隆文といった今をときめくファイターたちは皆この舞台より世界に羽ばたいています。ディープでは現在出場選手を大募集。興味のある方はぜひお気軽にご応募ください。ズバリ未来の MMA スターはあなたです。詳しくはディープホームページをご覧ください。そして2013年のディープ本戦は2月16日土曜日に開幕。すでにいくつかのビッグマッチも決定しています。まずはスピードとパワーが交錯するディープフェザー級タイトルマッチ。現チャンピオン、ハゲハヤの帝王横田克典。一瞬のうちに空間を支配するフェザー級切手のスピードスター。今回が初めての防衛戦となる横田の戦いぶりと、試合終了後の戦慄のマイクにも注目が集まる。ソメアマネージャーうるさい。対する挑戦者はディープの歌舞伎侍庄司。ひとたび殴り始めたらとことんまでやり合う生粋のストライカー。やっとたどり着いたディープのタイトルマッチ、男庄司が念願のベルト取りに挑む。ディープフェザー級タイトルマッチ、王者横田和則 VS 挑戦者庄司。そして現在9位のミドル級でも新王者が決定する。日本人最後の大物選手、中村和弘。柔道より転身を果たし、プライド、UFC といったメジャー舞台も経験した男。2012年の10月には初参戦で桜井龍太を破りタイトルマッチの権利を得た。
数々の栄光を手にしてきた男はこのディープでも頂点に上り詰める。勝つのは俺だ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 、おでした。そんな中村に相対するのはプロレスラー蔡良二の兄良。投げ技から喧嘩ファイトまで何でもござれ、つばけり合いになればなるほどその強さを発揮する。ディープミドル級の裏番長が表舞台で日の目を浴びる時が来た。第6代ディープミドル級王者決定戦、中村和弘 VS 亮。さらにディープ名物メガトン級でも新たな王者が誕生する。幾多の修羅場をくぐった男、藤沼博秀。この階級では圧倒的に小柄ながらもそのハンマーパンチで対戦相手をマットに沈める。12月8日に行われたメガトン級トーナメントの1回戦、藤沼は怪物聖吾をめった打ちにし流血 TKO 勝利を飾った。優勝へ向けて何の抜かりもない。その対戦相手はメガトン級で今一番乗っている男、長谷川健。恵まれた体と抜群の格闘センスですでに関係者からは注目を集める逸材。藤沼と同じく12月8日のメガトン級トーナメントの1回戦では優勝候補ペータートルのパンチでぐらつかせ打撃で圧倒。そのポテンシャルの高さを改めて見せつけた。この男は狙っているディープにおける新世代エースの座を。第4代ディープメガトン級王者決定戦、藤沼博秀 VS 長谷川健。そしてバンタム級王座への次期挑戦者も決定する。殺傷能力の高い打撃を振るい対戦相手を戦闘不能に追い込む男、死神ストライカー DJ 大輝。挑戦者決定トーナメント1回戦では原田芳樹からマットヒューズポジションを奪い強烈なパウンドを投下、眼下底骨折に追い込み完勝を果たした。進化する死神に資格はない。その DJ と挑戦権をかけて決勝戦を争うのは必殺のギロチンチョークを持つ首絞め職人、ただ俊明。こちらもトーナメント1回戦、鎌谷誠にギロチンのプレッシャーを与えながら最後はサッカーボールキックで完全 KO。 新たな武器を搭載したギロチンマスターが栄光への階段を上る。わいわいない組の前で後ろへ逃げも隠れもせえへん。北田でも DJ でも誰でも今回わし倒してみんかい。おう、最強王者への挑戦をかけてディープバンタム級次期挑戦者決定トーナメント決勝戦、 DJ 大輝 VS 北田俊明。その他にも KO 決着を信条とする元ラガーマン長倉達直の出場も予定。2013年開幕戦 2.16 ディープ61インパクト、熱き戦いから目が離せない。なおチケットは12月23日より発売。詳しくはディープホームページをご覧ください。第4試合バンタム級戦ひじあり特別ルール、金原正則 VS トム・マッケンナー。ただいまより第4試合ひじあり特別ルールバンタム級5分3ラウンドを行います。青コーナーよりトム・マッケナン選手、赤コーナーより金原正則選手の入場です。
入ってきました、トム・マッケンナ。高校時代にはレスリングを経験、そして2010年に総合格闘技プロデビューを果たしています。これまでの戦績は7勝2敗。地元ルイビルでは消防士としても活動しています。その実力が今夜ディープのリングで明らかになります。果たしてどんな動きをする選手なのか。長い手足、リーチを持っています。トム・マッケンナ先にリングに入ってきました。また1ページ。そしてこちら元戦国フェザー級チャンピオン金原正則。プロ格闘家としての始まりは2003年9月のディープフューチャーキングトーナメントでありました。7月の刑事大会ではトニーレイズ相手に KO 勝利。外国人との対戦は世界を見据えてのものです。金原正則入ってきました。金原選手は激励賞が届いております。アコーナールイスビル MMA トム・マッケンナ。実力は未知数です。トム・マッケンナ。赤コーナーパラエストラ初王者、初代戦国フェザー級王者、金原マサノリ。今日も世界を見据えての一戦です。金原マサノリ。バンタム級の一戦を迎えました。試合は5分3ラウンド、そして肘槍の特別ルールで行われます。金原の顔に今ワセリンが塗られています。世界を見据えての戦い、熊久保さん、はい、やはり金原はこの外国人選手との対戦が続きますよね。そうですね、まあ、本人もあの、ね、海外に出て世界で勝負したいという気持ちがありますからね、まあ、外国人選手で勝ったってなるとおきたいというのがあるんでしょうね、はい、ずっと肘張りで試合をやってきた、いい試合をして美咲さんに花を贈りたいと試合前に語っていました金原正則。画面向かって右側、そして左側、アメリカからやってきましたトム・マッケンナ。ラウンド1。さあ試合スタートです。まあ、大山さん、はい、この対戦相手のデータがほとんどないだけにですね、はい、何やってくるか分かりませんよね。そうですね、やっぱりあの情報が少ないというのは一番怖いんですよね、はい、しかもあの相手まだ若いので、多分一発食ってやろうと思って思いっきり来ると思うので、はい、気は抜けないですね、金原選手。序盤、金原としてはある程度様子を見る時間に使いたいですか。そうですね、相手の力量まずは測りたいと思うんですけど、さあお互いにオーソドックスに構えています。熊久保さん、はい、まあ、見るからにですねこの長い手足というのが大きな武器ですよね。そうですね、あとスピードもありますよね。180センチありますトム・マッケンナ。まあ、アメリカの格闘技大会 LFC という大会のバンタム級トーナメントで準優勝に輝いた、まあ、そういったプロフィールがあります。最近は、ね、話題のインドの SFL ですね、はい、こちらの方も勝利しているということで、はい、もう勢いはあるんですよね。日本に戦いの場を求めてやってきました。結構鋭い打撃打ちますけど金原選手見えてますね、よく冷静に対応してますね、はい。あ、ミドル、左ミドル出しました。お互いパンチ当てていきます。落ち着いています金原。そしてローキック。大山さん、はい、金原の戦い方なかなかいいんじゃないですか。落ち着いてますね。もう体だけでなく心の部分も、ね、どんどん削っているような段階ですね、相手は相当プレッシャーだと思います。
ある程度相手の様子を見てから、そして自分の攻撃を仕掛けていくんでしょうか。前蹴りを出しました。反対にミドルを出しましたトム・マッケンナ。あ、かなり顔が赤くなっています。これ大山さん、あっとタイムストップ、かなり金原のパンチが入ってますか。入ってますね。トム選手、ロフトチェックがあります。ただいま1ラウンド2分で時間を止めております。すごい金原選手はですね、相手の攻撃見えてましたね、はい、もう避けて自分のパンチを入れてって感じですよね。今タイムストップ、ドクターがチェックを行っています。トム・マッケンナの顔がかなり赤くなっています。はい、まだ24歳、若さがあります。再開します。再開します。あ、試合再開です。はい、磨いた、カウンター入りました。倒れませんでしたトム・マッケンナ。あ、右、大山さん、はい、金原の右がいいですね。いいですね、はい、完全に見切ってますね、そうですね。左から右のストレート、左が右、また同じパターンです。熊久保さん、はい、これはもう金原自分のリズム掴んでますね。掴んでますね、はい、もうローキックもいいですしね、はい、はい、前出ます。苦し紛れにトリプルいきますけども、これでは決まりません。ボディー、あったー、ドリブロー、あー、ストップ、タップ、最後は戦意喪失、ノックアウト勝利。これで2試合連続、いやー、大山さん、はい、最後はボディーブロー、さすがですね。やっぱりあそこでボディーブロー出せるのはやっぱり経験の差ですよね、はい、やっぱりロシアとかアメリカとかでやっぱり経験積んでるだけあって、さらに精神的に大きくなっているような気がしました。まあそういうそのアウェーの地に行って知らない選手と戦うことっていうのは、これ経験値はものすごい上がるわけですね。本当に海外での経験というのも本当に大きなものなので、はい、金原選手をさらに大きくしてくれましたね。熊川さん、はい、最後はもうボディーブローでピタッと動き止めましたね。そうですね、あのその前から消したの前蹴りが多分ね、あの効果的だったと思うんですけども、まあでもね、あそこでやっぱ隙を見逃さずね、ボディー打ってくるあたりさすがですよね。はい、はい、初参戦のアメリカからやってきましたトム・マッケンナをノックアウトで下しました。試合タイムは1ラウンド2分45秒1ラウンド2分45秒でした。テクニカルノックアウトによりまして金原正則勝利を飾っております。金原です。こんなすごいお客様がたくさん入っているのはもう本当すべて美咲選手の人柄だと思います。まずごめんなさい、あのトム選手、あの試合前にギリギリだったんですけどもオファーを受けてくれてありがとうございます。で、あと本当は美咲選手のまあちょっとエピソードを涙がたらに語りたいんですけども、あんまりプライベートの付き合いはなく、でも本当に僕がデビューする前からパンクラスやプライドで活躍してるのをすごい目の前で見てきて本当憧れの片思いなんですけども、そんな美咲選手が今日引退ということで声をかけて、美咲選手本人から直接オファーをいただき、一選手としてより一男としてオファーを受けてもらったのをすごい嬉しく思います。ありがとうございました。そして、美咲選手が今日、男としてけじめをつけるこの日に、まあ、自分事なんですけども、まあ、一つけじめをつけさせていただきたいなと思います。ゆか結婚しようぜ。
OK かどうかは後ほどということでございまして、改めて梶原雅紀選手に盛大な拍手を。 KO 勝利の後、なんと豪快な、驚きのプロポーズが出ました。梶原雅紀、見事なノックアウト勝利でありました。